ダリル・インピーは、南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ出身の自転車競技選手。2021年、イスラエルスタートアップネーションへ移籍する。2008年、バルロワールドに移籍。2009年、ツアーオブ、ターキー総合優勝の際、第4ステージで、ゴール直前のスプリント争いの際、テオボスにジャージを足づかみにされた挙句、双方転倒の浮き目にあった。2010年、 チームレディオシャックに移籍。2011年、当初は、ペガサススポーツに移籍が決まっていたものの、2010年12月21日、国際自転車競技連合から、プロフェッショナルコンチネンタルチームのライセンスを取り消された、ことから、チーム解散が決定。急遽、とりあえず自国チームの MTN、クベカに移籍した後、同年8月、チームネットアップに移籍した。 2012年、グリーンエッジに移籍。2017年、ボルタシュクリスター・カタルーニャ第6ステージにて、絶好調のアレハンドロ・バルベルデとのスプリントを制し、優勝。2018年、ツアーダウンアンダーにて、第2、4、5ステージで2位を獲得し、合計18秒のボーナスタイムを獲得。第5ステージで、リッチ・イポートにフィニッシュでの8秒差とボーナスタイムの、 合計で18秒差を詰められたが、ステージジュニーの合計の少ないインピーに、南アフリカ初のトーレース総合優勝が決まった。ありがとうございます。